皆さんこんにちは。おかわりありませんか？西日本は早くも梅雨入りしましたが、関東はまだまだ不安定な天候が続き、梅雨入りが間近に感じられます。気温の変化も激しいので、体調管理には気をつけてお過ごしください。それでは今月も声の広報時川をお届けします。この声の広報時川は、時川町社会福祉協議会のご協力を得て、私たち朗読ボランティア時川が制作したものです。また、朗読ボランティア時川では、このほか目の不自由な方、視覚障害者や高齢者の皆様を対象に、希望される本を朗読する対面朗読を行うこともあります。お申し込み、お問い合わせは、時川町社会福祉協議会までお願いします。広報時川2021年6月号、ナンバー183、5月28日発行。今月の担当者は、小野田、牛久、小池、吉田、川端、八木原。録音編集は畑です。表紙の写真の説明をします。表表紙、時川町ワンデーウォークで、東大草の咲いているコースを駆け出す子どもたちの様子。裏表紙、弓立山のチェックポイントを目指して山を登っている参加者たちの写真が掲載されています。説明を終わります。2ページ、季節の便り、181。開花時の葉と花の組み合わせが昔の灯明台に似ているとか、灯台草。今年もいよいよ夏本番というところまで時を重ねてきたわけですが、新型コロナウイルスに対しては、引き続き国を挙げて本格的に対応しているところです。一日も早く新型コロナウイルスのワクチンの接種が功を奏し、以前のような安定した生活に戻ることができたら幸いだと思います。この時期、植物の世界はというと、夏の活動期を前に、開花はもちろんのこと、大きな枝を思い切り広げて、活動の最終の時期に入っている種が数多く見受けられます。一方、数ある種の中には、活動の時期に入ると開花をし、実もつけるが、取り立てて話題にされるようなこともなく、どちらかというと見捨てられてしまうような植物もあるので、今月はそうした気の毒な植物の中の一つ、灯台草について書いてみたいと思います。灯台草は、灯台草科の2年生の植物で、本州、四国、九州地方の畑地や路傍などに自生しています。形状は草丈30センチ余りで、茎は細長く円柱状で直立しています。葉はヘラ型で、葉柄はなく、互生していて、縁には細かい鋸歯があります。茎の最上部には楕円形をした5枚の葉が輪生していて、その中心から5本の花柄を伸ばして、初夏に杯状の黄緑色の花を咲かせます。この植物を摘み取ると白い液が出て、これを手や皮膚につけるとかぶれたり、誤って食べると喉が刺激され、吐き気や腹痛を起こすことがあったりするので、取り扱いには十分注意してほしいと思います。名前は、草の外形が昔、伝統のない時代、室内照明に使った灯明の台に似ているということで、灯明の台に似ている草という名前をつけたようですが、時代の流れに伴い、昔風の灯明が使われなくなってしまったため、それならば海岸に設置された灯台に似ているのではということで、灯台に似ている草、灯台草という名前にしては、ということからこの名前になったというわけです。
なぜ豆苗代という名前のままにしておかなかったのかとも思うのですが、今の人たちには何のことかわからないと思います。東大草科の仲間には東大、野漆、錦草などがありますが、あまり見かけない種が多いようです。地に伏すような背の低い茂り方をしているので、散歩に出ても目にすることが少ないと思います。しかし野原の地面を這うように茂っている植物に目をやるのも自然学習の面白みではないかと思います。生活との関わりは独創のこと以外には特にないと思います。春の摘み草のシーズンには独創のことを頭に置いてほしいものと思います。摘み草は春の大切な行事であることは誰もが認めるところです。マメ科の植物、ハギの仲間など意外と楽しめるものがあると思います。東大草の写真が載っています。写真と文、小林和人さん、本郷地内。6月の広報カレンダーを読みます。説明の重なるところは省きます。毎週月曜日は文化センターアスピア玉川は休館日です。7日月曜日は時川公民館、玉川公民館が休館日です。14日月曜日は生き生き活動センターが休館日です。28日月曜日は体育センターせせらぎホールが休館日です。25日金曜日は広報時川7月号発行日です。広報カレンダーを終わります。目次4ページからスポーツ時川、6ページから町より頼り、14ページからインフォメーション暮らしの情報。時川町スポーツ協会誌、スポーツ時川ナンバー56、第14回時川町ワンデーウォーク、5月2日日曜改正のもと、第14回時川町ワンデーウォークが184名の方にご参加いただき開催されました。今年度はコロナ禍の開催のため、感染リスクを最小限にする対策として、集団で歩く形ではなく、受付時間に幅を持たせて受付し、随時スタートするスタンプラリー方式で実施しました。今回のコースは体育センターを出発し、チェックポイントの弓立山山頂、大月比叡神社、大月中央会館でスタンプを押して体育センターに戻る、総距離約 12km、高低差約 300m の歩きごたえのあるコースでした。このイベントでは時川町スポーツ協力員の皆さんに運営面での協力をいただくとともに、スポーツ推進委員の皆さんにサポートウォーカーとして参加者の安全を見守っていただきました。今回のコース図は町ホームページに掲載するとともに、せせらぎホール事務室でも配布しています。参加できなかった方もコロナ太りの解消と気分転換を兼ねてチャレンジしてみてください。ウォーキングの際には感染症対策と熱中症対策を必ずお願いします。お子さんを連れての家族写真、お友達やご夫婦で歩く写真、弓立山山頂に立つ仲間の方たちの写真など4枚掲載されています。ここまでの担当は小野田でした。注目のアスリートたち。時川町スキー連盟、島田真由選手。今回の注目のアスリート一人目は、島田真由選手です。島田選手は、時川町出身のスキーインストラクターで、全国で30名のみ選出される2022から2023年度 SAJ デモンストレーターに認定されました。デモンストレーターとは、
全日本スキー連盟などで認められたスキーを正しく指導するための高い技術を有する選手で、インストラクターのお手本となる存在です。今後の活躍が期待されます。島田選手へ質問。スキーを始めたきっかけを教えてください。両親がスキーをしていたため、2歳からスキーを始めました。スキーをしていて良かったと思うことは何ですか？たくさんの出会いがあることです。試合前に必ず行っていることはありますか？ルーティーンは作らないようにしています。好きな選手はいますか？石田俊介選手です。人間性においてもスキーの技術においても尊敬しています。石田選手は SAJ デモンストレーターよりもさらに難関である SAJ ナショナルデモンストレーターに選出されています。これからの目標を教えてください。SAJ ナショナルデモンストレーターになりたいです。続いての注目のアスリートは、玉川中学校1年の小沢優斗選手と、玉川小学校4年の小沢慎太選手の兄弟です。両選手は川越市のスポーツ少年団であるドッジボールチームの月越ストームに所属しており、令和2年度北関東ドッジボール選手権大会に優勝し、全国大会へ出場を果たしました。今後のさらなる活躍が期待されています。小沢優斗選手へ質問。ドッジボールを始めたきっかけを教えてください。幼稚園の頃や小学校でやるドッジボールが楽しかったので、通える範囲でチームを探しました。ドッジボールをしていてよかったと思うことは何ですか？チームの仲間と全国大会に出場できたことです。試合前に必ず行っていることはありますか？普段通りに冷静になることです。好きな選手はいますか？お世話になった指導陣です。全国大会に参加できたこともあり、尊敬しています。これからの目標を教えてください。中学で部活をしながら、ドッジボールはシニアチームで続けて、大会で優勝していきたいです。小沢慎太選手へ質問。ドッジボールを始めたきっかけを教えてください。兄について行って楽しかったため始めました。ドッジボールをしていてよかったと思うことは何ですか？速くて強いボールがキャッチできた時です。試合前に必ず行っていることはありますか？緊張しないように大きな声を出すことです。好きな選手はいますか？チームの OB の人たちです。日本代表の OB の人も来てくれ、皆さん優しいです。これからの目標を教えてください。4年生までのジュニア大会でたくさん優勝したいです。島田選手の写真2枚と、小沢選手兄弟の写真が載っています。訓練放送、緊急地震速報を実施します。町では全国瞬時警報システム J アラートによる国からの情報伝達訓練を行います。町内に設置されている防災行政無線の屋外スピーカー、個別受信機を含むから訓練放送が流れます。実際の放送とお間違いにならないようご注意ください。日時6月17日木曜午前10時ごろ。訓練当日の状況によっては変更または中止する場合があります。放送内容、チャイム音、
こちらは防災時川です。ただいまから訓練放送を行います。緊急地震速報、チャイム音。緊急地震速報、大地震です。大地震です。これは訓練放送です。が、3回流れます。こちらは防災時川です。これで訓練放送を終わります。チャイム音。訓練放送に合わせ、シェイクアウト訓練をお試しください。シェイクアウト訓練とは、各自がそれぞれの場所で、机の下に隠れるなどにより、身の安全を確保する地震防災訓練です。具体的には、3つの安全行動。1、ドロップ、姿勢を低く。2、カバー、体、頭を守って。3、ホールドオン、じっとして。を行うシンプルなものです。自宅や会社等で安全行動をとり、防災対策を確認するきっかけにしてください。問い合わせ、総務課、電話 65-0401。令和3年度、時川町、職員採用試験、前期のお知らせ。令和3年度、職員採用試験、前期を、次の通り実施します。表を試験区分、採用予定数、受験資格の順に読みます。1、一般事務職、若干名、年齢要件、平成2年4月2日以降に生まれた人、資格等の要件、なし。2、建築、1名、年齢要件、昭和61年4月2日以降に生まれた人、資格等の要件、なし。3、栄養士、1名、年齢要件、昭和61年4月2日以降に生まれた人、資格等の要件、管理栄養士の免許を有し、乳幼児給食に関わる業務に従事した経験が1年以上ある人。1と2は令和3年10月1日、3は令和4年4月1日に任用予定です。令和4年3月、高等学校卒業見込みの方は受験できません。試験日時、7月11日日曜。試験会場、玉川公民館。試験内容、一次、教養試験。1の一般事務職と3の栄養士。専門試験、2の建築。職場適応性試験、作文試験。全試験区分。二次、面接試験。申し込み、役場本庁舎、および第二庁舎で配布する受験案内により、6月14日月曜までにお申し込みください。簡易書き留め郵便による提出に限ります。持参は不可です。問い合わせ、総務課、電話 65-1650。時川町国民健康保険運営協議会の委員を募集します。時川町国民健康保険運営協議会とは、国民健康保険運営協議会は保険料の率や給付内容など国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するための機関です。運営協議会は今回公募する委員を含め9人の委員で構成されます。会議は2時間程度の会議を年2回から3回程度開催します。募集人数2人、応募資格。令和3年8月1日現在、満18歳以上、
72歳未満の時川町国民健康保険加入者で、国民健康保険税に滞納のない世帯に属するもの。任期、令和3年8月1日から3年。報酬等、会議1回につき報酬5600円、税込みです。費用弁償1000円及び交通費。応募方法、所定の応募用紙をご持参いただくか、郵送してください。応募用紙は、町ホームページからダウンロード、または町民課窓口でお受け取りください。応募先、郵便番号 355-0395、ときがわ町大字玉川2490番地、役場町民課。応募期限、6月30日水曜必着です。選考方法、応募書類をもとに書類選考。問い合わせ、町民課電話 65-0812。いきいき活動センター元気生活応援講座。初めてのスマホ教室2。文字入力、メール編。この機会にスマートフォンのいろいろな使い方を学んでみませんか？第2回は文字入力、メールの使い方です。日時、7月17日土曜、10時から12時。会場、ときがわ町生き生き活動センター1階会議室1。対象、町内在住、在勤の50歳以上の方。定員先着10名、費用無料。講師、ドコモショップ嵐山小川店。申し込み、窓口または電話で次の内容をお伝えください。1、講座名。2、お名前。3、年齢。4、ご住所。5、連絡先。申し込み期間。6月14日月曜から7月2日金曜の平日、8時30分から17時。その他、新型コロナウイルス感染予防対策にご協力ください。次回以降の開催予定は以下の通りです。3、アプリの使い方。4、インターネットの使い方。5、カメラの使い方。6、SNS の使い方。申し込み先、問い合わせ、ときがわ町生き生き活動センター、電話 66-0222。経済センサス活動調査。全国のすべての事業所、企業が対象になります。調査員がお伺いして直接調査票を配布しますので、お手元に届きましたら調査へのご協力をお願いします。調査記述、令和3年6月1日現在。回答方法、インターネット回答、もしくは調査員が配布した調査票に記入いただき、郵送での回答となります。調査員による調査票の回収は行いません。調査内容、基礎内容、名称及び電話番号、所在地、経営組織、従業者数、主な事業の内容など、経理項目、資本金などの額及び外国資本比率、売上、収入、金額、費用総額及び費用項目、事業別売上、収入、金額など。問い合わせ、企画財政課、電話 65-0404。子育てサポーター養成講座を開催します。町では、子育て応援切符への対応、一時的な保育サービスなどを有償で行う、子育てサポーターの養成講座を開催します。
基本的な保育を学び、地域の方々による子育て支援活動に携わる人材の育成を目指します。日程6月28日月曜、30日水曜の2日間、いずれも午前中。このほか保育園での保育体験を2回実施。場所、多摩川公民館視聴覚室。内容、保育や子育て支援に関する講義、手遊び等の講習ほか。要件、子供が好きな方ならどなたでも受講できます。年齢、性別、子育ての経験は問いません。申し込み、6月18日金曜までにお電話で問い合わせ先にお申し込みください。問い合わせ、福祉課児童福祉担当、電話 65-0813。児童手当現況届のお知らせ。児童手当は毎年6月に年度が切り替わり、年度更新の手続きに現況届が必要となります。この届けは児童手当を引き続き受給する資格があるかどうかを審査するためのものです。対象者には6月上旬に用紙を郵送しますのでご提出をお願いします。提出期限6月30日水曜。問い合わせ福祉課電話 65-0813。講習防火管理新規講習。比企広域消防本部では消防法に定める防火管理者の資格を取得するための講習会を次により開催します。詳細につきましては、比企広域消防本部ホームページにてご確認ください。日程第1回、6月29日火曜、30日水曜。第2回、7月1日木曜、2日金曜。第3回、7月14日水曜、15日木曜。いずれも2日間。場所、東松山消防署、なめがわ分署、なめがわ町羽根尾2532-2。費用、受講費3750円、テキスト代。定員、各回24名。定員になり次第締め切り。資格、防火管理上、必要な業務を適切に遂行することができる。管理的または監督的な地位にある方、管内在住、在勤者優先。申し込み、6月14日月曜から18日金曜の9時から17時までに受講費を添えて、消防本部予防課または小川消防署消防課へ申し込みください。問い合わせ、比企広域消防本部予防課電話 23-2268。 ここまでの担当は牛久でした。軽自動車税種別割納税証明書について。軽自動車税種別割を口座振替により納税されている方には、毎年6月中旬頃に軽自動車税種別割の納税証明書を発送しています。納税証明書が到達する前にこの証明書が必要な方については、口座振替の内容が確認できる通帳をお持ちの上、税務課窓口へお越しください。これは金融機関からの納付データが届くまでに日数がかかるためです。納税者の方にはお手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ税務課電話 65-0811。 個別健康審査のご案内。時川町国民健康保険及び後期高齢者医療保険に加入している方を対象とした医療機関で個別に受診する健康審査です。医療機関へ予約して
受診券を持参の上受診してください。医療機関で受診する場合に必要な受診券と検診実施医療機関一覧表は5月下旬にお送りします。検診は集団検診、個別検診、人間ドック、併診ドック、いずれかの選択となりますのでご注意ください。実施期間6月1日火曜から12月25日土曜まで。問い合わせ、町民課、電話 65-0812。 道路上に張り出している樹木等の適正管理のお願い。所有する土地から道路や隣接地への倒木や枝の張り出しにより家屋等に被害が出たり、通行中の車両が破損したりする事故が発生しています。これらのことが原因で道路上で事故が発生した場合、当該樹木の所有者が損害賠償責任を問われることがあります。道路や隣接地への倒木の恐れがあるもの、道路へ張り出した枝などについては土地所有者が責任を持って適正な管理をお願いします。台風や大雪などの緊急時の災害対応に限り、個人等の所有木を切る場合があります。作業するときには通行車両、自転車、歩行者の安全確保と樹木からの転落防止などに十分気をつけてください。電線、電話線等がある箇所での作業は設備を破損させる可能性がありますので、事前に最寄りの東京電力、NTT 等の電線の管理者に連絡し、立ち会いの下で行ってください。問い合わせ、建設環境課、電話 65-1539。 家族相談支援センターの相談業務についてお知らせします。家族相談支援センターでは、住民の皆様からの様々な相談を受け付けています。相談業務の表を、相談の種類、内容、相談員、開催日時等の順に読みます。困りごと迷惑相談、総合的な住民相談の相談窓口、生活、家族、地域、トラブル、迷惑など様々な内容に対応します。町の専門相談員、毎週月、火、木曜日、8時30分から17時、受付は16時30分まで。消費生活相談、消費生活全般、売買、契約、金融等に関する相談、消費生活相談員、町の専門相談員、毎週月、火、木、金曜日、8時30分から17時、受付は16時30分まで。教育相談、不登校、いじめ、就学問題等の悩みや心配をお持ちの児童、生徒、保護者の相談、町の教育相談員、毎週水曜日、9時から17時。行政相談、行政への苦情や要望についての相談、行政相談委員、毎月1回第2火曜日、8月のみ第1火曜日、13時30分から16時。住民法律相談、顧問弁護士による法律相談、1件あたり20分まで。相談を希望する方は、相談日の1週間前までに予約が必要です。町の顧問弁護士、5月19日、7月14日、9月15日、12月15日、2月16日、13時30分から16時。
行政書士相談、観光署に提出する書類、権利義務及び事実証明に関する手続きについての相談、相続、許可、土地の登記等、埼玉県行政書士会東松山支部会員、5月17日、7月20日、9月21日、11月22日、1月17日、3月22日、10時から12時。人権相談、人権に関する相談、町の人権擁護委員、6月1日、9月1日、11月10日、1月5日、3月2日、10時から15時。ここまでの会場はいずれも家族相談支援センター、時川町大和多摩川2号1号番地、生き生き活動センター内、電話 66-0222。 心の相談、精神保健福祉業務相談、訪問、保健師、職員への技術指導、ソーシャルクラブ等への援助、アルコール問題に悩む家族会や教室の援助、各種研修支援、その他、相談を希望する方は事前の予約が必要です。精神保健福祉士、毎月2、3日、開催日は毎月の広報時川でお知らせします。9時30分から16時30分、会場、保健センター、予約、電話 65-1010。 相談は無料です。ご相談は時川町の住民の方に限ります。相談日等については、毎月、広報時川でお知らせします。